エイリアンは映画エイリアンシリーズ及びエイリアン vs プレデーターシリーズに登場する架空の地球外生命体の通称。固有種名はゼノモーフ。一般的にはエイリアンという名称で通っているが、劇中の英語ではゼノモーフという名称が使われることもある。1979年のシリーズ第一作エイリアンが公開されるまで、 本来のエイリアンという単語は、異邦人、外国人の意味であったが、それと前後して、本来の生息環境ではない人間の世界に、入り込んだ、異性人もしくは、異性生物を指す表現としても使われるようになった。一方、ゼノモーフについては、ジェームズ・キャメロンが、エイリアン2で採用した語であるが、他の映画作品で、特殊生物の英訳に用いられるなど、用例が広がっている。 なお、地質学におけるゼノモーフは多形を意味するが、キャメロンはエイリアン2の後になって地質学で使われている用語であることを知ったと語っている。共産性の体液や宇宙空間などの真空中でも生存できる強靭な身体組織、優れた運動能力、強い生存本能からエイリアンにおいては、 完璧な生命体と評され、何らかの生物兵器として作られた可能性が示唆されている。シリーズを通してこの生命体を生物兵器に利用しようと目論む企業、ウェイランド・ユタニが暗躍し、エイリアンシリーズではそれを阻もうとするエレン・リプリーの苦闘が描かれた。エイリアンシリーズでは、エイリアンという生物種と人類が遭遇するのは、 宇宙に進出し、構成館高校を行うようになった遠い未来での出来事であり、プロメテウス、エイリアン、コベナントでは、エイリアンの誕生に人類が関わっていたことが明かされている。一方、エイリアン VS、プレデターシリーズでは、紀元前数千年頃にはすでに存在しており、異星人、プレデターの手で地球に持ち込まれていたと設定されている。 このため、両シリーズは、エイリアンと遭遇するとき系列設定が矛盾する、一種のパラレルワールドとなっている。生態の生物的特徴には、以下のようなものがある。設定上は、身長200センチメートル、体重160キログラムグリッドエイリアン・エイリアンの動詞とみなし記述する。便宜上ここに記述する。ただしこれらの生物が、エイリアンの試作型なのか、 過渡期にあたる存在なのか、完全に異なる種なのか、プロメテウスが公開された2012年時点では、関係性は一切不明。第一作のエイリアン生態のスーツ原型は、デザインを手掛けた HR ギガー自ら制作している。 当初はデザインのみの参加のつもりが、アメリカのスタジオで制作されたモデルがイメージとかけ離れているという理由で、ロンドンでの撮影に志願した。第一作におけるギーガーによるデザイン過程は、画集、ギーガーズ・エイリアンに詳しい。ギーガーは、エイリアンの体表を透明な皮膚で覆うことを希望していたが、撮影に耐える十分な強度のある素材がなかったため、断念している。 また首回りの感情の機関には日本製の灯油ポンプが流用されておりプロップから作られた成功なコピーを司祭に観察すると元の灯油ポンプに刻印された文字とジスマークが確認できる。ボツになったがロンコップによるクトゥルフをモチーフとしたタコ頭の初期デザインも存在する。ニニーギーガーは参加せずキャメロン監督の意見を多数反映して スタン・ウィンストンのチームがエイリアンエフェクトを担当した。ウィンストンはこの後にプレデター2作に参加するが、プレデター2でプレデターのコレクションとして後頭部の長く伸びたエイリアンそっくりの頭蓋骨を登場させたため、後年プレデター対エイリアンというクロスオーバーが展開することになる。2でウィンストンのチームに参加していたアレック・ギリスとトム・ウッドラフ・ジュニアは、 独立して、アマルガメーテッドダイナミクスを設立。ギーガーの指示も取り入れつつ、3のエイリアンエフェクトを手掛ける。以後、アバップにまで、実際の造形は、同社が行っているため、生体エイリアン後頭部の曲線や、2作目までより一回りサイズアップ、したフェイスハガーの質感と、顔にしがみつく、指の配置などはほぼ一貫している。ウッドラフは、 担当前作で実際にスーツを着用し、エイリアンを演じている。全身像が映される場合、第1作で、ブレッドを連れ去るエイリアンはワイヤーで吊るされているが、3では、ゴーモーションやデジタル合成が試みられており、4以降では、フル CG によるエイリアンが登場している。2のメイキング映像では、フェイスハガーを走らせる、様々な工夫も紹介されている。 1995年に日本で放送された真剣ゼミ中学講座のテレビ CM にてマスコットキャラクターとしてエイリアンが使用された。CM は複数のバリエーションが存在し登場するのはいずれもエイリアン・オーリアン。登場するエイリアンは言葉を喋らず映画同様に描写されているが中学生として日本の中学校に通う描写がなされた。 CM 内容は、教室での授業中、自分の体液で床が溶け、開花の教室へ落下する、チャイムが鳴る中、教師より一歩先に教室に入ったことで、遅刻扱いにならず勝ち誇る、鶏小屋の作業をサボっていたが、校長が現れた途端に、鶏の世話に精を出すなど、映画の設定を元にしたコミカルなものとなっている。ありがとうございます。